前回は第3章から4章の終わりまで進めました。ジーンのテーマは語られることのないストーリーに切なさを感じました。それでは5章、イナーラ主人公でスタートです。僕は一体何のために冒険を続けているんだろう。迷うな、自信を持て、僕は正しい道を進んでいるはずだ。王国首都リディアに来ました。次の6章が最難関となるので、ここでしっかりと装備やステータスカードを確保して低人数のつよつよパーティーで挑みたいところです。5章もやはりオスカーです。何度仲間に入れても初対面の時と同じセリフです。そのままダイヤングが出てきてくれました。そしてエカテリーナです。5章も3章と同じメンバーで進めます。また同じパーティーなのでサクッと見ていきましょう。おばちゃん、偶数章ではトラップ解除、オープンロックがない場合もあるので、今回の奇数章ではアイテム発見シナリオを中心にクリアして6章で使うアイテムをたくさん増やしたいところところ。ここには買取専門の商人がいるのですが、手荷物の中の不要品を引き取ってくれます。剣や鎧など数値が高い方から優先的に装備しています。なので古い装備はここで売却していくのですが、中盤以降偽売りの装備は必要なさそうでお金が残ってしまいます。古い装備を残しておいてもアイテムを持てなくなるわけではないので気にしなくてもいいかもしれません。売却する心取れていませんでした。ごめんなさい。一気にアイテム発見シナリオを受注してきました。シナリオ竜の盾。ここまで来るとかなり有能な盾なのかと思いきや、以前入手したゴールドクロスと同じ 17% の回避率です。もしかしたら手違いで同じになってしまったのかもしれませんね。 BGM は戦士の腕試しが使われています。予想の斜め上ぐらいなデザイン。裁きの刃アフィルジャッジという特権を入手するイベントです。 BGM は先ほどと同じ戦士の腕試しですね。出ました、アフィルジャッジは特権では一番強いです。シナリオ幸せを招くて肉球グラブという腕防具を狙います。サガシリーズ的には猫の爪として出てきますが、ワイルドカードでは腕防具なんですね。 BGM は戦士の腕試しが使われています。肉球かわいい、猫パンチされたくなります。オスカーかわいいセリフ言う。シナリオ魔法使いの靴。フェザーブーツを入手するイベントです。足防具で防御力は3です。足防具は全3種類で、フェザーブーツは最強の足防具となっています。ちなみに一番弱い足防具はサンダルです。メンズのコルクサンダルですね。 BGM は砂漠遺跡です。割と山札を残した状態でフェザーブーツ出ました。シナリオ犬の槍。思わず竜槍と言ってしまいそうになるゲーボルグという槍を探します。まだこれが最強の槍ではありません。アルスターの塔と呼ばれる新しい場所なのでゲーボルグに期待してしまいます。 BGM は砂漠遺跡です。ゲーボルグ出ました。2本に分割している槍なのでしょうか。シナリオ岩を立つ剣。デュランダールという剣を探します。ここまでアイテムを入手するイベントでは目的がアイテムを探せでしたが、なぜかここに来て目的がアイテムの発見となっています。まあどっちでもいいですね。 BGM に暗闇のことが使われています。かっちょいい剣出ました。
この剣のデザイン、僕の大好きな光竜伝説ビルダストという作品で主人公が持つ剣に似ています。シナリオ、雷神のハンマー。ミョルニルというコンボを探すシナリオです。先ほどと同じくアイテムの発見が目的になっています。 BGM に暗闇のことが使われています。出ました、イナーラ、やられています。次のシナリオは気高き衣、ナイトアーマーと呼ばれている鎧を探します。ちょくちょくドロップする鎧なので全員分と次の章の分まで欲しいですね。山脈、沼地の BGM が使われています。出ました、くびれえぐいコルセットのような鎧。シナリオ、魔人の復活。なぜ発掘がひらがななんだろう。ちなみにマフはマフと読みますが、ファイアーエムブレム風化雪月ではマキンハイムールと読ます武器があるようで、しかし先ほどマフを魔人と呼んだのに気づきましたが、なんと攻略本によるとワイルドカードでは魔人と読むようです。 BGM は戦士の腕試しが使われています。こっちみんなと言わんばかりな秀逸なデザイン。こちらのクランバトレーは最強の斧です。シナリオ、暗黒神の祭壇。シナリオレベルもいよいよ50になりました。ここらでモンスター討伐系のシナリオも進めることにしました。どんどん敵も強くなってきているので積極的に麻痺攻撃や石化攻撃を使っています。 BGM は暗闇のことが使われています。出ました、余計なやつも連れてきています。一緒についてきた火炎竜というモンスターは炎しか使ってきません。どうやら魔法扱いなようなのでイナーラかエカテリーナで受けます。とんでもない見た目をしている炎の竜ですが幻覚風の麻痺が効きます。カーリーはなかなか攻撃力が高くライフも多いので強敵です。カーリーには麻痺が効きませんが敵化は有効です。連携攻撃で高いダメージが出ていますがなかなか減りません。シナリオ、オロチの森。ここではライジャではなくオロチと読みます。サーペントはそんなに強くないのでさらっと進めます。洞窟、雪原の BGM が使われています。サーペント出ました。サーペントは麻痺が有効なので幻覚風で一発です。ですが山札にも余裕がありますしいつでも倒せるのでギリギリまで増やしたいカードを狙って使っていくのがおすすめです。とか言って即幻覚風。このゲームの麻痺は死を意味します。楽勝だったな。シナリオ、いてつく洞窟にて。すっごいトゲトゲな洞窟。こちらのシナリオはシナリオレベルにより敵が変化します。今回はトレントですね。山脈、沼地の BGM が使われています。トレントとおまけにアイアンデビルが出てきました。トレントもアイアンデビルも麻痺が無効です。両方とも石化は有効なのですがまだ石化の魔法を覚えていません。石化の魔法はゴルゴンシールドといって火の魔法と土の魔法を極めていくと覚えます。ちなみに麻痺の魔法の幻覚風は風の魔法だけで覚えられます。
なんと、つよつよ魔術師のナンラガンは初期から使えます。いそうにしてるだけあります。魔法も盾で防げちゃうの、気持ちいいです。ライフも多く、カチカチなモンスターには防御虫魔法が便利です。もはや防御虫魔法と麻痺、石化の魔法があれば、嫌なんでもないです。そうそう、回復も復活魔法も必要ですからね。オスカーも銃を使わなくても活躍できるようになっています。続いて、古の神の集うはなんか終盤って感じがします。ですが、ターゲットはレベルにより変化するシナリオなので、ボス的存在はいません。古の神出てこいや。 BGM は暗闇のことが使われています。またアイアンデビル連れてきとる。リッチは種族が骨になっていて、コンボ技が有効です。だが金はない。デスセンテンスも復活魔法を覚えてからは安心して受けれます。フェニックス召喚、ファイナルファンタジー的にはアレイズの効果ですね。お、クリティカルすごい。続いて、分身の兜。アサバスカ洞窟という聞き慣れない名前の場所です。もしかしてまた神話関係の名称かなと調べてみたら、実在する地名でした。北アメリカやらカナダら辺の有名な氷河がある地域の地名らしいです。河津さんはいろいろな神話からだったりとか、かっこいい名前を探してきますね。 BGM は戦士の腕試しが使われています。使いにくそうだけど、かっこいい兜。ギリギリだったな。シセル、魔導士の塔。こちらのシナリオのボスは先ほどと同じくリッチです。シセル魔導士とはリッチのことでした。洞窟、雪原の BGM が使われています。また一気に飛ばしちゃいます。リッチ出ました。だが金はない。デスセンテンス、骸骨の指が気になる。先ほど戦ったばかりなのでカットします。楽勝だったな。シナリオ、密林の王者。昆虫戦士という弱そうな名前のモンスターがターゲットです。 B ファイター、かっちょいいです。 Hulu で見れるってよ。どうでもいいけど。洞窟、雪原の BGM が使われています。よく調べるカードでモンスターなどをカードアルバムに載せることができますが、他のスキルカードを覚えたりもするので使っていきます。あ、これが石化魔法のゴルゴンシールドです。昆虫戦士は麻痺も石化も有効なので、後半に出てくるモンスターとしてはラッキーってな感じです。いつでも倒せるし、山札にも余裕があるのでチャンスタイムです。攻略本見てて気づいたのですが、種別が飛行になってるので飛んでいるようです。ワイルドカードの攻略本は V ジャンプ版のオールマイティガイド、デジキューブ版のクエストガイドの2種類が出ています。クエストガイドの方が詳しく情報が載っているのですが、オールマイティガイドには読みにくい漢字にグリが振ってあるので、とても助かりました。サガシリーズでは公式で明らかにしていない読み方があり、ちょこちょこ突っ込まれたりしました。ヌ・ケネスパウルス。あれは誰だ。ボーンキラーとなったケネスパウルスとの戦いはスルーしたデータなので、ここではまだ生きています。今回は5章の最終試練を挑戦して終わりたいと思います。最終試練には5種類のモンスターが用意されておりますが、有識者によると、ここまで選択肢でボスが変わり、主人公を誰にしたかでもボスが変わるようです。7種の場合、選択肢次第で全てのボスモンスターと遭遇する可能性があるようなのですが、今回は3章と5章で同じボスモンスターのようです。3章と5章での違いについて見ていきましょう。
最終試練です。3章ではシナリオレベルが37でしたが、今回は57です。ボスも強くなっているのでしょうか。 BGM は3章の最終試練と同じく戦士の腕試しが使われています。3章の最終試練と同じく山札が終わり次第シナリオ終了になりますので、さっさと逃げるを多用して終わらせるのもいいですね。ボス前でカード枚数は回復するので、まだステータスを上げたいのならコツコツと敵を倒しながら進むのもいいかもしれませんね。それではボス前までカットします。ぬ3章とセリフが違う。またもやボーンキラー登場です。ボーンキラーのステータスは3章と同じなようです。攻略本情報によると、ボーンキラーは麻痺無効とは書いてありますが、石化無効とは書いてないのです。試してみましょう。石化が入ったような効果音ですが、さすがにダメでしたね。前回は簡単に防御無視魔法で倒したので、今回は連携技や魔法で戦ってみようと思います。弱い武器同士の連携技だと全然ダメージが通りません。破滅の息吹、火と風の合成魔法です。とんでもない名前ですが、ダメージは通りませんでしたね。合成魔法には単属性の合成魔法も存在します。単属性には必ず光か闇の属性が含まれるため、初期から光魔法を覚えているエカテリーナとマリアなら単属性の合成魔法を覚えやすいです。しかし今回は光魔法を育て忘れていました。最後までに間に合うかどうか。ボス戦のフルバージョンは別動画にて投稿します。ちょっと大変なのでフレームドラゴン使っちゃいました。次回はこの最終試練をスルーして新主人公で6章を進めていきます。エンディングは3章の最終試練と同じものでした。ご視聴ありがとうございました。